どうも皆さんこんばんは。ホワイトベースの二宮祥平でございます。はいえー、今日はあ皆さんに保険と話をしようと思うんですけど、これ、今朝のことなんですが、X を見てたらですね、X を見てたらいいですよ、X を見てたらではございませんよ、はい、X を見てたら、あ、X ビデオじゃないですよ、あの元ツイッターの X ですからね、はい、を見てたら、あの火災保険、火災保険で、えー、バイクは保証されないと。 しかし、125cc 以下のオートバイなら保証される場合があるって書いてあったんですよ。ね、で、これ自体は僕知ってたんですけど、あれと思ってちょっと調べてみたらですね、125cc 以下のバイ,バイクは保証される場合があるっていう文章がコピペなんですね。どこ調べてもそのコピペしかないんです。もしかしたらあれかもしれないけど、片っ端から そのキーワードで調べてみるとそのコピーしか出てこないんですよ要は 125cc 以下のバイクが火災保険に出る場合についてどこも書いてなかったんですねはいこれどこならどういう場合なら出るかということがですね、えー、実を言うと明確に分かってるんですよ僕分かってるんですよそれをねみんなに教えますはいそれは屋根下保管 壁があればもう完璧。はい。集合住宅の場合だったら、決められた場所に駐輪してると思います。駐車。まあ、あのね、125cc の場合けども、決められた場所に止められてると思うんですけども、決められた場所に止めてある。なおかつ屋根があることですね。はい。これが一つの判断基準になります。だから逆に言うとですね、皆さん持ち家でご自宅に止めてても、庭に止めてたって言ったら出ないんです。はい。玄関の軒先の下とかですね、 えー、必ず屋根があるところに止めていったという状態ではないと出ないですね。だから皆さん 125cc 以下のバイクを持っていらっしゃる方、屋根作ってください、ね。そうすると保険出ますんで、はい。で、火災保険って言いました。で、この火災保険って書いてあったんですけど、これ勘違いが多いんで、これもはっきりと注意しておきたいんですけども、家の火災保険じゃないですからね。はい。 これめちゃくちゃぐちゃぐちゃに書いてある人ところのサイトしかなくて X で見たところもただ火災保険としか書いてなかったのでこれほとんどの人が勘違いしていると思うんですけども家についてる火災保険じゃなくて家の火災についてる火災保険ですだから火災保険の火災による損害ですからねはいで 火災についている保険。火災保険の中の盗難ですとか、洪水等の水害ですね。水災。まあ、床上浸水というものですよ。これに対しても火災に関しては出る。その火災の中に含まれるものは自転車も含まれる。125cc 以下のバイクは原動機付き自転車のため自転車と同じ扱いだから火災保険の枠組みで保障される。 これが、あの、巷で言われているところの火災保険で 125cc 以下のバイクが保証されるっていう、その文章をきちんと言い換えた形です。だから、単純に火災保険でバイクが保証されますっていうのをうのみにしてしまうと、家の火災保険でバイクが保証されるんじゃないか、保証されるっていうふうに、間違って覚えてしまいますからね。家の火災保険ではバイクは保証されません。 家の中にある火災の火災で適用されるっていうわけです。はい。ご理解いただけましたでしょうかちなみに 125cc 以上のバイク。はい。えー、もちろん大型車 250cc のバイクは保証されません。はい。 なので、あの、125以下のバイクっていうのがですね、非常にこうメリットが多いっていうのは、あの、そうしたこともあるんですね。なので、保険の適用範囲が広い、保険がファ,ミリーバイクファミリーバイク特約が効く、いろいろあるんですけども、125cc というのはですね、えー、それだけで、えー、非常にこう、所有しやすいオートバイである。で、これ自体の知識がですね、非常にこう多く広がることによって、これからもっと 125cc バイクのバイクブームが来てくれるんじゃないかなっていうふうに僕はね、 ちょっと期待しております。はい。だから 125cc 以下のバイクは特別なんです。特別扱いでございます。ので、えー、皆さん、えー、バイク買うならですね、125cc 以下があ大変にいい楽チンでございます。楽チンというか、優遇されて、所,有も所持、所有もしやすいで、えー、ございますので、えー、迷っている方は、まあそこからっていうのがいいかもしれないですね。 というわけで、えー、た,めた,ためになる豆知識をお送りさせていただきました、えー、今回のお話はですね私がお世話になっているプロ代理店さんが監修しておりますので、えー、保険についてのですね何、えー、かこう何でも保険やってます車だけじゃないんですあの家の保険もやってますので、えー、ご興味がある私の世話になっているプロ代理店さんに世話になりたいという方がいらっしゃいましたら日本全国対応しておりますので、えー、お名前とお名前と ご連絡先お電話番号ですね。えー、を明記の上、メールしてくださればあ、紹介させていただきます。はい。あの、これね、最近始まったことじゃなくて、ずっと前、昔からやってるんですね。この,あの、紹介しますよっていう話ね。で、非常にこう、クレーム、今んところなったことないので、えー、しつこい電話もしませんので、はい。安心していただけるかなと思います。はい。以上、えー、ホワイトペース関内放送でございました。失礼します。